I had a test of the capture jam today. We are going to have a Japanese class. And today, especially as for Japanese culture, restaurant culture. So when you are working in a restaurant, a Japanese restaurant, how do you eat? Okay, let's take this class in Japanese. 日本で普通サービス業で働いたとき、特にその飲食の提供のサービス、その業界ではその職員の食事はどう解決するのか、その簡単ですよ。これは基本的にまかないと呼びます。まかない。まけないじゃないです。まかない。その言葉の意味は全然わかりません。聞いただけで。それは職員が、そのスタッフ、スタッフさんたちがその払、そのお金を一部分払って、その分、まずその自分で作ります。自分で作って、なんか小さい部屋とかで一人ぼっちで食べます。その交代しながらね、一人ずつ食べますよ。あと、その、なんていうんですか、セラさんのような、その普通の正社員は分かりません。ちょっと、昼ごはんの時間が別になんか出るのかどうか、ちょっと分かりません。ですが、時間手当で働いているその契約社員たちはね、交代しながら一人ずつ食べますよ。あと、その昼ごはんの時の昼食の時間があまり長くないんで、15分、10分、まあ、20分、うん、ぐらいなので、それで、まあ、30分以上休憩した覚えはありません。15分、20分か。それで解決しますよ。一人ずつ。じゃあ、それで交代します。それはご飯を飲むことじゃないですか。そうですよね。15分。まあ、最小限15分ぐらいもらってね。まあ、長くしてたらまあ20分か。30分以上、30分ほどまあ使ったことがないんです。それもしてね。30分の休憩を取るためには、その前の休憩をそのもらえないんですよ。それは貯金して、その30分の休憩が出るんだもんね。もう休憩時間、1時間あるんじゃないですか？それと別？いや、違いますよ。その1時間の休憩はですね、1時間か2時間等に、10分か15分ぐらいのその労働、日本労働法によるものです。その詳しい数字は、先生は覚えてないです。とりあえず2時間と何分という、その規定で、その時間を合わせて、その昼食時間1時間が出るものです。わかりましたか？これで自分で作って、交代しながら食べて、最初はちょっとその文化でうっと、わ、こんなにかわいそうに友人が食べるのか、うん、なりますよ。そのちょっと、なんか一人で、本番なのか、という、ね、その日本語で何と言いますか。いや、日本語ではあまり本番という言葉は聞いたことないですね。うん、普通ですから。それで、その時間でね、特に、その先生が働いた吉野家の場合もそうですけど、ほとんどの店はね、外で出て他のところで食べて帰る時間がないです。そういう余裕はないです。それで結局店内食になります。店内で自分で作って食べますよね。休憩もらってね。それで一人ずつ。それ最初は寂しいなと思うかもしれないですけど、いや、そう思っちゃダメです。それは日本人の普通です。あとね、やっぱり、ね、韓国とちょっと違うところが当たったら、日本人は
あ、一人ずつ交代しながら食べます。それで、あ、それで食事まだしてない他の従業員も行ったり来たりしません、しますよ。ですが、その両方とも相手に構わずに食べる人は食べて、あ、仕事している人は仕事してます。それもちょっと、いや、最初はカルチャーショックでした。カルチャーショックでした。カルチャー、じゃあ文化衝撃と、日本でも文化衝撃とあまり言いません。ショックだーと、よくショック。うん。普通日本人は普通で、そう、こういうふうにしますよ。それで、なんと、その、なんか、最初は先生はね、やっぱり韓国人ですから、まあ、一緒に食べる文化あるじゃないですか、韓国では。まあ、いまだに一人で、なんか、まあ、飲食するのは、いまだに韓国では珍しいです。そうですね。でも、日本では、その、平日、行ってみなさい、その外で。ほとんど一人持ちで食べてます。二人以上が逆に珍しいですよ。どうして、どうしてですか？それもうみんな仕事してて、その他のなんかどこかのその店舗で、交代して食べてますからね。交代しながら。その、まずはこういうのを聞いて、その、まあ知ってるだけででもですね、文化の違いは、納得できますよ。でさ、これ知らないまま、なんか直面してた、まあ、この中、まあ、なんか、まあ、ちょっと驚きますね、心の中から。このなんか、軍艦道みたいな、ね、この生き方はどうなのか、何なのか、ね、普通ですからね。まあ、平日はもうほとんど一人ぼっちで食べてますので、その先生は最初、そのなんか他のそのな他の仲が仕事してる仲間たちが、ね、一人ぼっちで食べてる、かわいそうと思いましたね。この最初はこういうことも覚えてます。なんか一人で、まあ、かわいそうに食べてるじゃないですか。まあ、それもちょっと美人さんがね、そのちょっとべっぴんさんがね、それで、あ、先生はそのその相手のその肩書きも分からずに、自分がせっかく買っといた、まあ、ソーセージをなんかあげましたね。その後で知ったんですけど、僕のはるかに上 の、 その店長代理で、店長代理で給料もはるかに上で、特にその日本では牛肉ですよね、牛肉。お湯、牛肉ソーセージは韓国より結構高いです。それだけで、ちょっと小さいものだけで、まあ、300円ぐらい払ったのかと覚えてますね。3000円でしょ。とりあえず、それで、また先生もね、一人で食べてるとき、誰か行ったり来たりしてたら、食べられない、なんかすまない、なんか申し訳ないという気持ちになりました。みんな食べてない方だから、とまた誰が、まあ、さっき食べたのかも分からなかったし、一人で食べてるなんか自分が罪深い人間になった気持ちでしたよね。それで店長ともこう話しました。それで、まあ、先生より年は下だったんですけれども、その先生食べてる時、その先輩ですよ、先輩、その日本の中央大学卒業しててね、韓国で行ってたら、日本ではなんか、なんというか、日本では就職準備生というその言葉は聞いたことないです。地準生みたいなその形でしたけど、その先輩がね、入ってってね、行ったり来たりしました。これで、先生、自然に、あ、先生、先輩も一緒に食べましょう。韓国では普通でしょ。日本でこう言ったら、あいつおかしいな。自分食べても一緒に食べようと話してるのか。店長に聞かれました、ある日。やっぱり文化の違いがこんなに違うんだなと思って、ね、説明をしたんですよ。韓国では一緒に食べる文化があって、一人だけ食べたら、ちょっとなんか礼儀じゃない、なんか無礼なイメージがあります。おー、そうか。逆に店長、そのお年寄りの店長、
だったから理解してくれたかもしれません。おお、そうか、自分も昔そうだったかもしれない。そういうもう6だ、まあ、60歳を迎えている店長もその日本の昔の文化がその今の韓国とはもう昔の文化なのに韓国のような覚えがあまりなかったみたいです。昔から結構3、40年前からこうなったと予想されますよね。それでちゃんと説明してたら、おお、そうか、やっぱりその韓国人が、まあ、マナーがいいもんだなってね。私もよく言われます。韓国ではなんか老人さんたちを尊敬する文化、うん、まあ、結構あるんじゃないとか。あります、ありますと。そう言った方がいいですよ、身のため。儒教をもらおう。儒教。あ、儒教。儒教の。儒教？儒教の影響でマナーいいんじゃないとか。よく言われます。それは、日本の方々はね、日本人はほとんど儒教の悪いところは知りません。いいところだけ知ってるので、韓国そんなにいいもんだなと。あ、特にその、本間か、じゃあ、まあ、嘘か分からないですけどね、それ朝鮮出兵の時、ある人、サヤガという将軍がいましたね。そのサヤガという将軍は日本軍から朝鮮軍に寝返った人です。まあ、裏切ったというか、まあ、裏切ったとしてもなんか自分なりに理由はありましたね。その韓国で紹介された資料によると、そのサヤガ、夫の名前は韓国で朝鮮軍になった後の名前はキム・チュンさん。その避難するとき、朝鮮人はその親を背負って、それで避難したと、その日本ではありえないこと。こんなに朝鮮人はなんか親孝行心が深いものだなと感動して、朝鮮に寝返ると決まりましたと。本当にそうだったら分かりません。いや、まあ実際は、いや、日本軍はますます、なんか不利な状況になったから、まあ賢明な判断をしたと思うんですが、まあ、本当のことは誰も分かりません。そのようなイメージがまだありますよね。それで日本の吉野家で働いた時も、そのお年寄りのお客さんが先生にこう言いました。おい、兄ちゃんはどこから来た？あ、韓国から来ました。おお、そうか、韓国はまあ、親孝行心がすごいんだと聞いておるんじゃ。はい、そうです。私もそうか。日本に来る時になって、ご両親からなんか心配してないってよく言われて、まあ、今は応援してくれますと答えたら、でも韓国は儒教の影響で、まあ、なんかみんな、死ぬまで、まあ、ずっとこ親と一緒に暮らすのが普通だと思うらしいです。それもう2、30年前のことじゃないですか。まあ日本もそういう時期はあったと聞いております。それはまあ大体もう50年以上、もう60年、まあ、100年以上だと言ってる人も、まあ、いるんですけども、まあ、とりあえず、まあ、先生はこうそう思いますね。日本を見てたら韓国の未来がほとんど予想されます。家族文化とか社会文化がね。まあ、それでこういうふうになんか日本の文化に対する授業もなんかちょっとためになりますかな。はい。面白いです。では、まあ、これに対して他に質問は？あ、大丈夫です。はい。どうも。またお会いしましょう。Thank you for watching my Spanish class video. See you.